婚したこれバカなやつがおるの、これ犯人じゃの、これ頭にヘッドライトつけて朝店に出勤したやつが出勤前に魚釣り行ったってバレバレやな、これバレバレ証拠を残しすぎちゃうな、これな、ダメなやつやな、これちょ、もう一回見せてそのまま入って行ったっけな、俺よ、店長のとこまで行ったらワイヤーやったな、これこれはいけん、カフェに割れたんじゃいや、気がついたん、途中で見て、ブチ行けちゃうけ、宮里ビビンです、ラップを外したらこれ飛んでいくで、これ見て、ラップを外すと、ラップを外すとお客さん飛んでいきますよ、見てください、この鮮度、お客さん、ラップを外すと危険ですよって言わにゃいけんの、放送でこれはピンピン、うわ、すげえこれ、ブチ行きちゃう、この鮮度の良さ、うわこれ最高の鮮度、そのまま剥いて食べれますよ、お客さん、うん、それも最高の鮮度、それそのまま食べれるよ、踊り食いで食ってん、カニ食ってみんや、食べれんしょ、食べれるっちゃ、いやいや、胃の中でよ、胃の中の悪いものを食べてくれる、脂肪を、これ、そこですこれ、これちょっとまた選別せんやけん、しくも白さが混ざっちゃうけ、これこれ宮里、うん、白さエビが入っちゃう、これちょっと混ざっちゃうけど、これも鮮度抜群、鮮度抜群です、本日も鮮度抜群です、さあそれでは頑張っていきましょう、頑張ります、はい、混ざり物、カニが、いてカニが挟み上がった、俺の手を、宮里くんはタツノオトシゴを見つけました、珍しいっすよね、珍しいな、タツノオトシゴ、これは美味しいじゃろうな、このキメバル、ぶち越えちゃう、これ見て、肩がもう、ここがもうやがっちゃうけな、沖メバル、魚釣りでは釣れんけどな、沖の方におるんよこいつら、水深 100m ぐらいのところにおるらしい、水深 100m 沖で取れるけ沖メバルっていう、正式名称は薄メバル、沖メバル、魚、俺らでは釣れんやつ、岸の方におらんけこいつらは、違うやろ、うん、100m ぐらいとおるらしい、釣ったことないけわからん、こいつおらんけ、正式名称は薄メバル、これ刺身したらええかもしれんの、1個刺身してみちゃろうか、今日あとから、はい、オキメバルでした、メバルの刺身です、宮里この刺身は何でしょう、何刺身と思う、ほらほら、昔あの前の店におった時の隣の総菜の奥さんの旦那が、ボラの刺身なんてそんな臭いもんよう売るねって言いやがったって言われたけね、俺ボラを磨いて
こういう風にして、カワハギの刺身だけこれ食べてめちゃくちゃ美味しいって言って、その旦那に食わしたんや。むしろ美味しかったって言うて、クソで食えんって言うたけや、腹立ったけやね。磨いてから違う名前でから食わしたことがあるんですよ。うん、なんかうち美味しかったって言ったり、もうね、そんなも感じやっけ、本当は美味しいだけど名前でからね、ボラっていう名前で臭いって、それをカワハギって言って食べさせたら、うち美味しかったって言ったっけ、実際美味しいよ、本当に。あんまりに腹立ったっけ、よボラなんか売るのって言ったっけ、その奥さんの旦那がね、頭きたっけよね。食べさせたんですよ、僕作ってから違う名前でということがありました。ボラとは知らんでね、カワハギって言って食べさせて、磨いてから。僕悪いやつやけど。